お絵かきうまくなのクラブのハドです。ということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は夏らしい格好をした女性を模写しながら、女性らしいボディラインっていうのをね、AI から学んでいこうと思います。で、まず、ラフ画からです。大まかにラフ描いて、その上から鉛筆っぽいブラシで清書するっていうね、形で描いていってます。なんで、今回意識的にこの顔の、この簡略化されたアウトラインとか、手のこの肩の膨らみとか、体のこの腕とか肘の、このなんていうか、膨らみのアーチっていうか、そういうのをいっぱい真似したいなと思って描いてます。あと、ふくらはぎとかの足のこのアーチですね。はい、めちゃくちゃ、好きですね、この感じ。まあ、Twitter とか見てたら皆さん落書きって言ってこのレベルのやつボンボン上げてますけどね。はい、それはかなりすごいことだと思います。今回も僕はなので AI のイラスト模写になってます。またプロンプトと使用したこの虹ジャーニーでこういう画像の出し方っていうんですか。そういうのは Twitter で共有しますので、この画像の原本も上げておきますので、同じように模写してみたいという方いれば、そちらを参考にご覧ください。線画の下に次は肌色のレイヤーと、その肌のレイヤーに同じレイヤーにも服の色もね、塗ってます。なので線画と着色レイヤーの2つでこうなってます。次、新規で定山レイヤー作って、ちょっと青っぽい紫っぽい色で影つけてます。このイラスト参考にですね、あ、もうざっくりこうやっていくんだっていうことで。で、影の定山のレイヤー、色相を変えて、ちょっと暖色っぽくして、この影の定山のレイヤーをアルファ6して、その上でね、青み足したりとかして、で、このコスルでちょっとなじませてます。うん、まあ、空気遠近法的な意味合いでこの空間に青入れたりとか、スカートの青みがここに入るみたいなことだと思うんですけども、最後に線がアルファ6して、まあ、茶色、足したりとかして完成というそういう掛け順になっています。なので今回はまあそのボディラインここかっこいいなみたいな、この肘のこの感じとかね、真似しながら、こういうシンプルなイラストの着色の練習もちょっと兼ねていますね。はい、次はこの女性、まあボディちょっとシンプルな箱で撮って、その後まあ、足の部分だけ棒で取って、後で肉付けっていう形にしてます。特にこの足の太もものこのラインとか、腕のこのラインとかめちゃくちゃかっこいいんで、それ真似したいなと思って書いてます。ラフの段階でちょっとこうやってバランス整えてあげて、で、上から清書っていう感じです。新規レイヤーで。特にこの顔のこのラインとかめちゃくちゃ可愛いんで、あと目と、まあ結構こんなシンプルでこんな可愛いってほんとすごいなと思うんですけども。で、髪の毛、この辺はボリュームだけ意識して、こう、アウトライン取る感じでいいかなと。で、この目の下のこのまつげのライン入れるだけで全然印象違いますね、これ。で、ボックスのボディの上に胸の膨らみ書いて、そのままそれをビキニというか水着にすると。以前やった体の描き方の練習の時の肩周りの時のやつ意識しながら、この肩のボックス。このボックスが気持ちいいですよね、はっきりしてたら。で、この手、この辺がちょっと一番苦戦したし、いまいちうまくいかなかったですけど、肘がちょっと奥に行ってる感じなんですかね、これね。はい、で、この足の凹凸のライン意識しながら真似していってます。そしたら線ができたら次下に新規レイヤーで着色の肌色を塗りまして、で、この肌色の上から服と髪の毛とそれぞれ1枚のレイヤーに色を、ね、塗っていきます。ちょっとこの段階では線画をちょっとね、だいぶ調整してますね。このくびれのこのクイっていうのとか。あと線の強弱もちょっとさっきより意識的に入れてます。はい、そしたら肌色と同じレイヤーに水着の色を入れて、で、また同じように新規レイヤーで定山で、まあ、全体にシャドウを入れていってるっていう感じです。ちょっとまあ紫寄りのグレーみたいな感じですかね。こんだけざっくり入れても、なんて言うんですかね。ほんとざっくりですね。思ったよりざっくり。で、影のレイヤーにアルファロックして、青みと赤み、影のレイヤーの中に入れて、それをこするでなじませてるっていう感じです。はい、で、あとは影の際とかに、サイド高い色をこう入れていってますね。こんな感じで。まあ、めちゃくちゃ昔に YouTube でグラブル塗りっていうのを紹介されてる動画見つけて、それ皆さんにも共有したと思うんですけど、まあ、この辺の青はそういう感じかなと思います。空気遠近法的なやつ。では、ラスト、この、こういう可愛い女性です。でもある程度ね、今後自分でもなんか自由に描けた方がいいんで、最初これぐらいシンプルな骨組みから描いて、後でまあ立体的な肉付けをしていくと。そういう手順の方が練習になると思います。今回もこの肩のここの箱をめちゃくちゃ意識します。ここのね、この肩周り、このラインめちゃくちゃいいよねと。ね、手もこのシンプルなのにこんなに魅力的ということで。で、今回この顔のこのフェイスラインも好きですね。今回このイラストはこういうイラストレーターさんが一番強く影響を与えてんじゃないかっていうのを分かる方いれば教えていただけたらと思います。僕的には昔視聴者さんが教えてくれた吉田明彦さんっていうアーティストさんの絵っぽいなとね、ちょっと思ってるんですけど、まあ、僕の知ってる範囲内で言えばっていう感じなんで、他にもこういうアーティストさんと似てると思うみたいなのがあれば、また教えていただけたらと思います。まあ、いろいろ混ざってると思うんですけど。で、ボディに服着せて、
で、ちょっとバランスはこの辺で直しとかないとね、後でめんどくさいので。で、最初にこの棒で足取っといて、後で意識的にこの足の美しいラインをね、意識的に真似しております。足のこの美しいラインを意識的に真似すると。したら、ラフできたので、また同じように線画の下に着色のレイヤー1枚ペロッとこうつけまして、そのレイヤーに同じレイヤーに、服の色と髪の色と全部塗っていきます。一色目っていう感じですね。そしたら、また、新規レイヤーで、定山で影レイヤー作ります。まあ、ちょっとピンク寄りのグレーですね、今回。で、ざっくりと。こんなにざっくりでいいんだっていう。AI イラスト見てたら、びっくりするぐらい、顔が影で沈んでることが多いんで、また後日見ていきたいと思いますけど、こんなんでいいのかと。で、今回は、この影の定山レイヤーを、こう、選択範囲で選んで色相を変えるっていう感じで、影の中の色ムラを入れてます。で、最終的にこのやり方が一番早かったんで、まあ一番おすすめですね。で、最後に影の際を再度高い色を入れると。で、それで完成です。まあなので手順はめちゃくちゃ簡単なんでね、でも色塗り、こんなシンプルな色塗り、こんな魅力的っていうので、まあイラスト、可愛いイラストの威力ですよね。はい。ということで、今回は AI のイラスト模写で、可愛らしい、美しい女性のボディライン学習しつつ、ちょっと簡単な着色も学んでみました。まあ、皆さんも夏らしいイラストをね、楽しく描いてみてください。それでは次回の更新もお楽しみに。さよなら。